短い人生だったな。空が、あんなにも青い。あんたら本当に失礼ね。ここから先走る道路は全部私有地だからね。堂々とすげえこと言ってんぞこのおっさん。じゃあ、それじゃあ行きますよ。みんな何かに捕まれ。なぜそんなに慣れている。慣れてなんか、まさか都会の似合ううちが車で畑に手伝えばしよったとでも。なるほど、そういうことか。案外これもいいもんですね。おう、しかしこうなるとビールを飲みたくなるな。だな、対向車だ。やばい、隠れろ。よし、問題ないな。確かに今のなら人が乗っているようには見えませんよね。死体を運搬している普通の軽トラにしか見えないもんな。